どうもゼノプロです。よろしくお願いいたしま す, しす。今回一番くじにまた新たなくじが登場しました。今まではね、文具くじだったりコスメくじだったりっていうのが出てきたんですけども、今回はなんと一番バッグ、バッグ、バッグ、バッグアクセサリー、ポーチだけが出るっていう完全に女の子向けのくじがツイステから出たんですけども、なんと1回の値段1800円。で、私今回すごくね、引くか迷ったんだけど、その迷った理由が、もちろん値段にもあるんだけど、写真で見た感じ、チャッチそうだったんだよね。実際その一番バッグっていうものがどんなものなのかっていうのを、1万円分買って正直にレビューしていきたいと思います。今回は、私がお家で用事があったので、ポタちゃんに買ってきてもらいました。今回の一番バッグなんですが、単価が高いこともあってか、多分仕入れ値もお高いんでしょう。富山市内で開催してる店なんと、2店舗。テーマはファボレ10時開店、うんうん、アニメイト12時開店なんで、ファボレの方に10時20分ぐらい着いたんですよ。おー、うん、そしたら結構一番くじ出てしまっとる状態になっとって、うん、どんどん皆さん引いてくじゃないですか。僕の前でラストワン賞がね、あるあるな、うちらニューズなんかよくわかんないんですけど、これあと4つなんですか。うん、じゃあ買います。こうくじの数を数えます。20枚ありました。1人5回制限までです。私より先に並んでたのに、なぜか私の後ろに並んだの。うん、そういうこと。ま、みんなわかるよね、私はね、綺麗にお掃除したから。また出ました、あるあるな。もう一番くじやめるもん。そこで買った方が安いしね、なんなら。あり、うん、やめるか。というわけで今日もご視聴ありがとうございます。終わるんだ。とぼとぼアニメート向かうしかなくて、移動距離もある中アニメートで今回買ってきました。ゼノン的に一番欲しいなって思ったのは何？実は今回そんななくて、強いて言うならマレウスのチャーム。あー、なるほどね。じゃあ僕がアニメートで1万円分購入した結果発表していこうと思います。はい、まず1つ目。おお、アイシャドウ。あ、これマリウス入ってる方のやつだ。そう、2種類あるみたいだね。そう、今回は今までツイステのランダム系ってランダム22種ボンって感じだったんだけど、今回は11種ずつで分かれてるらしい。2つ目、相性。まあ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 。3つ目、ここでなんとなんと H。 あ、いいじゃん。まあ1個2000円って考えたらこれ6000円です。H 賞。まあまあまあ、1個でレオナが出るとはね、限らないから。しかも今回リドルのやつ可愛いからちょっと欲しいし。1万円分買った最後の1つ。え、早っ。こちらです。はっきり言わせてもらいます、高すぎ。これで1万円。これ1万円です。いやでもクオリティによるやん。そうですね。僕が1万円以上引いて会賞だけ集めたんじゃなくて、僕が真剣にアニメートに開店前から並んで、暑い日差しの中並んで、私が寝てる間に並んで引いてきた1万円分がこれ。いやね、本当にツイステっていうコンテンツが人気爆発しすぎて、いくら高くても売れるしみたいなところはちょっとあるよね。過去の自分を。で、終わらないのがポタちゃんです。ですよね。さすがに1万円分引いて、あまりにも水星のネガキャンになるなと、もうプラス3回分追加してきました。3の法則信じたんや。はい。泣きの3回、1つ目、相性。マレウスの確率が上がった、嬉しいな。2つ目、はい。一応おさらいしておきますと、この一番くじチャームとポーチとバッグがあります。ここに来て、高い高い、打点が高い、すごい。じゃあジェイドも欲しいな。皆さんお気づきかもしれませんが、高すぎます。そのくだりいいって。スイッチライト変えるんだよ。というわけで3つ目、奇跡が起きました。周りにいる女性陣がツイステの一番くじみんな並んで上位賞を引いていく中、あ、引いてるんだ。僕だけが会賞を引き続けました。あー、お掃除係。そんな僕の努力をきっと神様は見ていてくれたんでしょう。上位賞を引きました。ここで僕が引いてきた上位賞はこちらです。
超人気量ここでなんと引いちゃいました。すごい。以上1万8000円です。一番くじ闇はアバコーチャンネルに名前変えよっか。あ、可愛い。色いいな。あ、オクタいいね。私いつもハーツラベル欲しいって言うじゃん。なんかここがねすごく蛍光色みたいな感じになってたからなんか今回あんまりと思ったけど、オクタ実際持ってみるとめちゃめちゃいい感じやん。グリムとか入れてけるし。どこで？ディズニーでも見んと思う。取っ手のところが結構分厚いし硬いから画像で見た感じちぎれそうだなって思ったけど、その心配はなさそう。うん。このバッグ自体の薄さがすごく薄いからそれが心配かなって感じだけど、だからあれだね、ライブの時にサブバッグで持ってくとかめちゃめちゃいいかもしれない。うん。でも正直にこのバッグの値段をつけるとしたらツイステ価格で1800円で売ってそうってことは一番くじの一発抜き。いやでもね、一番くじっていうものは安い価格でフィギュアが当たるかもしれないっていうそのチャンスが面白くていいわけじゃん。うんうん。なのになんか上位賞ぐらいの値段のやつで買い賞が引けちゃうっていうのはギャンブルなんよ。いやそうなんや。くじじゃなくてこれは一番ギャンブルっていう方がいいかも。今回のこの一番くじはヴィランな一番くじかなって僕は思いました。誰がうまいこと言えってこと。せっかくだからバックチャーム見ていこうか。はい。私は今回の狙いは H 賞の方はリドル、レオナ、ジェイドが欲しいなって思ってる。うん。一番最悪なパターンは被ること。いやね、一番くじ1800円出して被るっていうのは本当にねよろしくないと思うんだ。普通の価格帯の一番くじの解消レベルのクオリティだと下振れが激しすぎるじゃん。そうだね。今回僕一番の下振れ引いてきたから。うん。小田ちゃん自分を信じるんだよ。やっぱり最後まで信じる心っていうのは大事だから。あーでもなんかプチプチに包まれてる。おお。高級感がある。そこに無駄コストかけるぐらいの価格下げてください。はい、一つ目。はい、せーの、ファイ。プチって言った。潰れたの。え、リドルなんだけど。え、天才じゃん。かわいい。こんな感じ。かわいいね。いいね。まあでも確かに普通のストラップよりはしっかりしてるな。うんうん。あのアニメートとかで売ってるこの単品のやつも1800円だから値段って言えばそれなりかなって思うけど、くじの中にさらにガチャだからまあって感じ。まあでもめちゃめちゃデザイン可愛い。このクオリティなら数集めるとさ映えそうかも。映える、うん、絶対映える。いいよ、いい流れ来てるよ。いいよ。え、じゃあレオナ引いちゃうよ。あるぞ。おたちゃん。いや頼む、もうさすがにそこは。いくよ。引きだけは。せーの、ファイ。お、赤いぞ。これはゼノプロでおなじみケイト先輩。いいねこれ、めちゃめちゃデザインいい。いやこれ発表された時ねマジでハーツレベルがやっぱりダントツしてデザインがいいなって思った、うん、こう並べるとすごく重厚感があるというか。だね。もう被らなければ完璧よ。よし行くよ。レオナ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 3、2、1、ファイ。あ、また赤色。トレイ先輩。おお。え、めっちゃいい。やっぱさ、ハーツラビルいいの。いいだろう。ケイト先輩がダイヤ型に比べてクローバーになってんだよね。すごい。いや、これもういっそのことさ、デュースかエース着てほしくない？妖怪1足りないなるから、ここはね、レオナ出した方がいいよ。あ、オッケー。まあ、同級生組だから。あー、そっかそっか。いくよ。はい。いや、お願い。頼む。ジェイドかレオナがいい。せーの、ファイ。赤い。え、ケイト先輩かぶりは一番な。誰でもちょっと微妙になっちゃうな。まあ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 、ね、昨日のあの一番くじに比べたら。あゼノ、うん、ファイターだよ。うん。レオナ欲しかった。あーもうなんかツイステみんな好きになっちゃうから私よくないんだよな多分。誰が欲しいっていうこの一点の気持ちがないからダメなんだろうな。浮気しちゃうんだね。いや、みんないんだもん。ゴスマリ見てみ。みんないんだもん。そうなんだ。助けて。続いて、相性3つ。これは、スカラビア、ポムフィオーレ、イグニハイド、ディアソムニアが入ってる。ってなると、私の狙いは、マレウスドラコニア一点集中だな。今回僕、ゼノンにね、いい引きさせてあげたいから、すべての思い、ゼノンへっていう、あれで引いてきたから、今回はカリジャメじゃなくて、ディアソが出ると思いますよ。いや、だって言うてポテちゃんこれ出てもさ、やっぱ女の子向けグッズすぎるから、ちょっとってとこはあるよね。やっぱ気まずいよ。ちょっとだけ。よし、マレウス一点狙いでいこう。いやーもうここは出してあげてほしい。さっきはねやっぱこっちがいいこっちがいいって言っちゃったから。どうする？一回無心で聞いとく。でもこれちょっと願いながらあげちゃったからこっちにするわ。オッケーオッケーオッケー。いきまーす。はーい。はい。カリム君。ごめんね。いいの？だってまたあと2つあるもん。そうそうだよね。いや
無心で引いたら、うん、ポタちゃんの欲しいものが当たっちゃったよっていうオチだから、そうそうそう、全然マリオス出るし大丈夫だし、なんかマリオス喜びそうな引き方しよう。うん、あ、そうだね。次の学園祭一緒に回ろう。なんか色が、あー、リリア様、惜しい。いや、でも近づいてきた。あー、近づいてきた。頼む、マジで頼む、マジで。ショタショタと来たよ。ショタショタと来たらダメだろ。でもめっちゃデザイン。いいなこれ、マリウスの気になるよ。いや、ドラゴンなんだよな。見せてよそれ。動画的にはここ最後に来る100点。一番くじで私マリウス引いたこと一回もないの。あ、じゃあ無理だ。お前もう煉獄さんに二度と出ねえからな。本当にごめんなさい。マリウス出てあげてください。行きます、行きます、行きマリウス、行きマリウス。面白いこと言う人の子だ。行くよ。せーの、はい。色が違う。シルバー16,000円、16,000円、あらよっと、スイッチライトが買えちゃうよ、あらよっと、16,000円、あらよっと、16,000円、あらよっと、スイッチライトが買えちゃうよ。過去の自分を壊せ、かけろこの足で未来を作れ、つまずいても立ち止まって。